そうですね、ここ地元東大阪でイベントできたことは本当に嬉しかったです。まあでもちっちゃい子とか小学生の子たちにやっぱ元気もらったんで、もう何でしょうね、もっと頑張らないといけないなっていうのがあります。今日はありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ大垣さん行きましょうか。はい、まあ、一応私もラグビースクールやってて、まあ、こんなイベントを子供の時に参加してたんで、まあ、それを私がやれるっていうことがやっぱりまあすごいというか、ここまでよく、まあ、よくできたんだ。いや、やっちゃった。いや、そう、止めてください。いや、やっぱりここです。あの、楽しかったですとだけ一言だけお願いします。はい、楽しかったです。ありがとうございました。